こんにちは、ゆうがみです。今回のがみラジは自己破産に要した月日と流れについてお話しします。このチャンネルでは自己破産やうつ病の経験から感じたことや推しのいる生活をベースに節約生活を Vlog にて発信しております。チャンネル登録お願いします。では初めに、私ゆうがみが面接許可決定確定までに要した月日を発表します。面接許可決定が確定した月日までかかった日数が5ヶ月と10日です。これは比較的早い方だと弁護士さんよりお話しいただきました。ではその日数を踏まえて流れについて話していきます。昨年10月27日にて弁護士さんの無料相談に行きました。この時は自己破産ではなく任意整理にて生活を立て直そうと考えていました。その相談する中で収入に対しての借金の状態等を見ていただき、あなたは任意整理よりも自己破産した方がいいでしょうとお話をいただいたんですけれども、いかんせんその時知識不足でカードが作れないやら保証人がお金を支払わないといけないやら偏った知識しかなかったもので、現場では任意整理で進む方向でお話を終えました。家に帰ってからインターネットや YouTube を駆使して、起きてから寝るまでの間で仕事の休憩中と暇さえあれば自己破産について調べました。知識を得ていく中で偏った知識から感じていたデメリットはさほど大きなものではなく、借金が0円になるというメリットの方がはるかにデメリットを凌駕するものであると感じました。そこで11月18日、弁護士さんに自己破産手続きをお願いします。任意整理で話を進めていくため、自己破産をするにあたって必要な書類がさらに出てまいりました。その必要な書類等に関しては、前回 YouTube にて動画を上げておりますので、そちらをご確認ください。書類の取り寄せ等手続きは、翌日にはすぐに取り掛かりました。手元にすべての書類が届くまで約10日かかっております。必要書類が集まったのが12月の2日週末であったため、週明けの12月の5日に弁護士さんに必要書類を提出しに行きました。年が明け今年の2月の6日同時廃止事件にて自己破産手続きが開始されるという連絡が弁護士さんよりありました。同時廃止事件ということなので、この2月の6日をもって自己破産の手続き自体は終了となっております。ここからは破産が認められるか否かの期間に入っていきます。その自己破産の申し立てに異議あり申告できるのが4月の5日までとのことでした。この期間内までに異議申し立てがなければ免責許可が下りるものとされております。そして4月の12日無事免責許可決定が下りました。同時廃止事件にて自己破産が開始されてから約2ヶ月、この間はひたすら待ちの時間でしたので、本当にゼロになるのか不安に感じた日もありました。体感2ヶ月が長かったですね。しかしながらこの段階ではまだ借金はゼロになっていません。翌日の4月の13日に官報に自己破産した旨が掲載されます。これが俗に言うブラックリストと呼ばれるものですね。
13日より官報の効力が発揮されて、その日から2週間が即時抗告期間となっております。裁判所が出した免責許可決定に対して不服がある場合に、その免責許可決定ちょっと待ってくれよと即時抗告ができます。ただ個人の破産では抗告されるケースは非常に少ないそうです。一応私は可能性がゼロではないということをあらかじめ調べた段階でデータとして得ていたので、ここで覆ることがないようにとおとなしく節約生活を行っておりました。そして待ちに待った2週間後、4月の28日、免責許可決定が確定しました。この日にようやく479万あった借金が0円になった瞬間です。長かったですね。自己破産を昨年の11月にお願いしてから借金が0円になったのが4月の末と。この期間ね、もうひたすら家計簿をつけていて、家計簿をつけることが習慣化されて、節約した成果が目に見えることが嬉しいなと感じるようになっていて、すっかり節約生活と家計簿生活ともに習慣化してましたね。今後もその破産した戒めとして家計簿を続けていきたいなと考えています。ということで、自己破産に要した月日と流れについて話していきましたが、いかがだったでしょうか。今回のガミラジは以上となります。お聞きいただきありがとうございました。この動画が参考になった方はぜひチャンネル登録や高評価お願いします。では次回の動画でお会いしましょう。おつがみー。